こんにちは、ひかりです。今回はね、このテーブルの上でおもちゃの街を作ったり、その中でね、おもちゃで遊んでいこうっていうね、動画になっております。早速ね、もうね、タワーを建設してあります。実はね、このタワーはね、僕の普段パソコンとか使ってる机の上に置いてあったタワーなんですよね。はい。下からこんな感じで、まあ、車のショーケースがあったりとかね、こう、マイホームなんだけど、中にね、これなんだっけカウンタックなんだっけこれ ベスタロスっなんだっけなまあ、とにかくね、トミカプレミアムですね。はい。とかあって、ここに、ここにね、本当はね、僕が作ったマサオくんを置いてたりしたんだけど、で、ここら辺にフィギュアを置いて、並べ替えて遊んだりしてたんだけど、で、まあ、上は上もね、こうあって、本当はもっとあったんだけど、このぐらいにしときました。カメラに映んないからね、高さはこれぐらいにして、ここにね、いろいろ街を作っておこうかなと思います。なんだけど、僕のね、トミカタウンビルドシティがいろいろね、いろんなとこに行っちゃってね、 なかなかね、全部揃ってないんだけど、まあ、とりあえず、あるのだけ持ってきました。こういう感じでね。ほんとパーツがバラバラなんですよ。これ1階部分に寄さそうだよね。まあ、こんな感じで。こうかなこんな感じになっていくわけです。もうちょっとこっち側にした方がやりやすいかな。下はね、芝生代わりに、えっと、100均のね、ダイソーで売ってる、あれですね、フェルトのグリーンを使ってますね。あ、こんなんもあったんだ。 懐かしい。これね、プラレールのこう、くねくねレールですね。はい。これ216円で買ってるね。消費税が変わる前のやつだね。あこれが落ちてた。これは、タ型のビルドシティの中のやつじゃないこの中じゃないこの中だ。この中だと思う、多分。これちょっと一回取んなきゃ。多分、ここだよね。こういう紙パーツって傷んだり無くなったりするからね。あんまね、好きじゃないんだけど、でもまあ、 コストとかでね。まあ、あってもいいと思う。うん。むしろあった方が楽しめるなら別にあってもいいのかな。くねくねレールは、どうしようか。まだ使い道がないね。で、こういうね。一応ね、ビールドシティ作るにあたっては、地面はね、こんな感じ。地面っていうか、舗装する場合はこんな感じですよね。アスファルト。で、重要者のキューブとかは、これはね、キューブモードに戻そう。 あれこれでこれでいいんだっけキューブモードって。違うよねこれ。あれこれでいいんかなま、あいいか。4。キューブモードでこれに置くと。建物代わりにしますから、重要じゃないキューブは。キューブタイガー。とかも建物代わりにします。これでいいのかな ?5。あ、なんか変色してないちょっと。5。4。5。で、これキューブモグラね。 モグラーは合体すんのかなこれ。あ、くっつけやしないんかなくっつくのかなこれ。あ、くっつかないね。これのこう。なんかすげえ重要ランドみたいになっちゃうけどね。あんまキュールばっかあっと。あ、重要リンだ。これもね、あの、これキリンですからね。こう、こうなるわけ。これでキリンこれでバズーカ。ドゥ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 ダーンっていうね。バズーカにもなるよっていうね。 え,えっと、あれどうやって戻すんだっけ急に忘れちゃった。こうか。こうか。ちょっとこんな感じで。獣王、獣、ランドだっけあの、ジ王者ーーのさ、ジューマンたちが暮らす国で、他にもね、あ、これはあれだね。ジ王者ーーの、あ、ごめん、ジ王者ーーじゃないえっと、あれですね、富ウのビルドシティの、 なんだっけこれテスタロスとかなん、なん,なんつーんだっけあれまあ、いいや。のショーケースだね。これね、今ね、こうやっていくと、あ、出てきた中になんと、これね、あれですね、良い子良い子っていうお笑い芸人さんいるんだけど、それがガチャポン出してて、これで、あの、雑誌の袋閉じを開けましょうっていうやつの件ですね。確かね、これ前回遊んだ時にここに宝物っつって入れたんだよね。 覚えてる覚えてる。あ、じゃあこれどかしてここにショーケース並べようか。よっしゃ。いいね。これは10ランドをこうしとこう。ね。これやればいいでしょう。して、あ、これもね、開けようか悩んでるんだよね。気ぐ、なに気ぐるミックスだっけ気ぐるみマンか。気ぐるミックスじゃなかったっけ気ぐるみマン。トミーからしてるやつで。 ボトルキャップの上にこうなんか、ちょっと電動で動くおもちゃみたいなやつなんだけど、ボタン電池で動くのかなまあね。100円とかになっちゃった理由は、まずボトルキャップっていうこと自体があんまりなんか、おまけ感が出ちゃうからあんまりみんなお金出さなかったのかなっていう。でも680円で安いんだけどね。プラスやっぱボタン電池ってあんまり受け良くないんじゃないかな。着ぐるみマン。まああとちょっとダサいっていうのがあるんじゃないかな。うん。 しょうがないよね。あ、あった。これ、なんか一緒になってきたな、これ。こ、こんな感じでしょなんか毎回ちょっと似ちゃうんだよね。街がね。いいね。いや、今いい感じじゃん。あ、ウルトラマンベリアル。アーリースタイルがちょっと闇落ち仕掛けてる時のベリアルが。これはちょっと後で遊ぼう。あ、これ、開け、開けるの忘れてたな。 変形ロボットか。これね、セリアかなんかに売ってたやつ、100均のやつですね。なりちかやうん、これできいいよ。最近もね、売ってるんだよ。あの、ダイソーにね、変形ロボット、ほぼトランスフォーマーみたいなやつがあるんだよ。あれもなかなかいいですよ。そしてこんな感じで、はい。これどっち向きがいいかなマンション。こっち向きかなちょっとベタだけど。 楽しい。楽しくなってきた。いいね。これにちょっとフィギュア置きたいもんね。早速じゃあフィギュア置こうか。このガチャポンの開けた埼玉置こう。今回ハサミ持ってきたから開けられますね。埼玉。埼玉なんだけど、あれなんすよ。こんな感じで。はい。埼玉。チャランコだから。チャランコに化けてる時の、あ、ワンパンチマンって書いてあるね。はい。チャランコに化けてる時の、 バケで変装してる時の埼玉でカツラが取れますすっってていうね爆笑キーーホルダーになっておりますまあね、チャランコはここに、マイホームにいましょう。チャランコというか埼玉ね。ていうかさ、まあ、まあ、ワンパンマンのガチャポンもあとこんだけあって、これが埼玉赤が被りなんだけど、あとは被ってないんで、まあ、おいおい開けていくとして、ちょっとこれ開けたいんだけど、つむつむの、 マイストステリーパックって書いてあるけど、まあ、マーベルのやつで、これはシリーズ3で、ロキの方がシリーズ2なんだよね。このハルクの方を開けてみようか。これラインナップがあるんだけど、ちょっとね、つむつむなんだけど、結構、なんかね、周りの情景とかもあって、豪華なんだよね。なのに100円っていう激安価格。まあ、元々ね、1000円ぐらいするやつだからね。よくわかんないから開けよう。もうとにかく。 中身切らないよに気をつけないと。よし。きたおまさかのキャプテンマーベルじゃん、これ。キャプテンマーベルっぽいわ。わ組み立てが結構あるな。ほら、これつむつむでキャプテンマーベルちょっと開けようか。あ、あった。ここに。わすげえストレンジ。なぜ真ん中がストレンジなのか謎だけど。わこんなあるんだ。集めましょう。 んこれ、スパイダーマンじゃないでもね、スパイダーマンだよね。キャプテンマーベルじゃないよ。スパイダーマン。どう見てもスパイダーマンだよ。でも一瞬こう顔見るとさ、キャプテンマーベルっぽくないそうでもないスパイダーマンですだね。はい。よかった。まあ、どっちでもいいんだけどね。嬉しい。ネビラあんじゃん。ネビラ欲しいの。わ、これめっちゃある。ラインナップ多すぎ。これシーズン3だけでこんなあんの。<laughs> どんだけ売る気これ。ちょっと待って、これ開けてみるけど。これさ、どうなんあ、出る出る出る。このつむつむだけだと、これだけでさ、あの、つむつむのさ、チョコエッグあったじゃん。あれと同じぐらいのサイズ感。だからこれだけで200円ぐらいの価値あるよね。それに情景がついてるってことで、まあ、もっと高いんだろうけど、 てか、アベンジャーズのさ、チョコエッグ出ないのかなまあでもね、今ね、100円で買いますからね。わ、組み立て方がわからない。橋だな、これ。スパイダーマンの橋。組み立て方が全然わからないんだけど。書いてない。あ、これ書いてある。コモン、ラッキー、スーパーラッキー、ウルトラスーパーラッキーだって。これはスパイダーマンの中では、 ミディアム。よくわかん、よくわかんないです、これ見ても。よくわかんないわ。わ、組み立てむずくないこれ、ちょっと。説明書なしではちょっときついんだけど。え、どうやんのこれ、組み立て。ちょっと待って、ここに載ってんだよね。シール貼ってあって見えないんだよね。ちょっと見えないっす。 ちょ,ちょ、組み立てむずくないこれ。難しくないこれ。<laughs> ここには、ね、スパイダーマンのさ、このね、糸があるのはわかるんだけど。難しくないっすかこれ。えっと、どういうことこれ。ど、どういうことこれ。こういうことか。 <laughs> 難しい。ちょっと後でやるわ。これ難しいんで後で組み立てます。難しいっす。せっかくだからもうちょっとやろう。あ、こういうね。これ何のやつだっけなふにかくね、カイコ堂さんで100円で買ったんだよ、これ。すっげえ出来いいよね。昔のやつ。ここ,こ辺に置いとこう。チャランコが危ない。でも大丈夫。ワンパンチメンだからね。 ワンパンチで倒してます。あ、これね。ちょっと不細工なバルタン星人ね。これね、帰ってきたウルトラマンかなやつだよね。バルタン星人5代目。ごめん、ジャックじゃないかな。エースかな。わかんない。ちょっとごめん。そこわかんない。ジャックだって気がするんだけどね。バルタン星人。これやめとこう。ほう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 。もうちょっとカメラこっちの方がいいのかな。はい。あ、ゴーフォンだ。 ゴーホンね、最近ちょっと価格が高騰したんだけど、また下がってて、まあ、100円とかでも手に入るんじゃないかな。ゴーホン時代にはね、別に電池使ったりしないから、これ時代はもう空みたいなもんだから、安いとこは安い。うん。そう、チェンジソールないと何にもね、起こらんないし。わ、すげえなんか色々あるんだけど。チョコエッグのおもちゃがいっぱいある。ほら。前これオフハウスで買ったんじゃないかな。ほら。 オフハウスで買っこれ開けちゃうとバラバラになるから開けらんないんだよね。よし、これは放置。放置しておきます。あ、これだ。これあのトイザラスで売ってるやつ、ファストレーンのシリーズじゃなかったっけな。これどこ置こうかな。まあ、こっちの方にちょっと置いとこう。1階だけに2階までだけどね。あ、今日あれか、ミニカーがあんまないのか。 ミニカーも後で持ってこないとね。ビルドシティ作るにあたってね。そしたらに向けて。ここにスパイダーも置いとこう。スパイダーマン。で、最近買ったやつも置いとこう。クイ切ル <laughs> ってかさ、スターロードってさ、ジャケット、これもう長くなかったっけ最近ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー2見に来たらなんか長かったんだけど。後半短くなるんだっけ あんま記憶にない。あ、こういうのがあったな。あれあ、セブイレブンじゃん。最近ビルドシティちょっとまた安かったりするよね。中古とかで結構出回ってるからね。どうっすかなあ、これあるな。ここがあるんで、この上にビル,ドシビルドシティをします。セブイレブンをビルドします。こんな感じ。ただ、あの、平面がない。平面が。 あと、このね、これね、あんま使い勝手は良くないんだよね、これね。オートバックスのやつね。これ、あんまね、使い道がないんだよな。トイレを建設。と言っても、これな、使い道がないんだよな。この、これ下がないと。下の台座がないと。これにこう、あっ。一旦これをどけて、 もう最初の計画めちゃくちゃになっちゃうけど、ここにこっちで立てればいいんじゃないこうこのこうこれだと具体的にすいだもんね。いや、これね、あえてこうしてもいいんだよ。こうすると普通じゃないなんかハリボテ感出ちゃわないなんか俺それじゃダメよ。これはね、あえてこっち向きだな。んで、ここら辺にキューブ置いとけばいいじゃん。なかなかいいんじゃないんで、ここにキューブ。 これびっくりマークこっち向けとかないと。いおっしゃ。で、あ、もう一個あるか。ここいい感じじゃないこうなんか、路地裏っぽくて。超楽しいんですけど。いや、ちょっとバント。いや、本当はさ、もうちょっとさ、この、まあ500シリーズぐらいがギリだよね。ビルドシティと遊ばせるにはね。 他のはもうね、あのー、でかいんだよね、フィギュアーズとかになるとね。パンチ。優しめのパンチ。<laughs> あ、これもあったな。これね。これなんだっけもう名前忘れちゃったな、まあ。とにかくね、こういうのがあるんですよ。あの、おもちゃ屋さんの倉庫で投げ売りされるたやつ。あれどうやるんだっけ向きこうだっけ まあ、とりあえずね、こういうおもちゃがあってね、何のシリーズだっけカーゼミン。ガーゼミン。なんだっけあの、えー、な、んだっけピカチンキットじゃなくて、なんかあるんだよね、こういうのが。そうそう。まあ、あ置いとこう。スパイダーマンのこれ、組み立てずに放置しそう。今日中にやんないと絶対忘れるパターンだな。わーい、楽しい。ペガとかもね、ペガ。 ペガ路地裏で遊んでてください。あ、もう一人いた、バルタンセイズに。こ回ちっちゃい食玩眼セイズぐらいはちょうどいいかな。あ、色合いがちょうどいいんだけど。めっちゃちょうどいい。でね、これ辺のね。これも回古堂で買ったやつだな。この辺に置いとこう。ちょっと今回おもちゃの一つ一つが大きいね。ちっちゃいおもちゃも持ってるんだけど、いっぱいね。 それは別のところに置いてきちゃった。あ、オートバックス。看板立つとかないと忘れちゃうのとね。オートバックスって覚えてかないと、ここは。じゃあ、ここオートバックスの持ちビルだから、これ。お、9レンジャーもいるのか。9レンジャーね。後半失速した戦隊、9レンジャーですよ。こいつめっちゃちっちゃいんだよね、確かに。本当はね。よし。 わーい。あ、てか動画が長くなっちゃったね。17分。編集するのがね、結構あれになっちゃうんだよね。データが重いとね、バグる可能性があるからね。おなかなかいい感じ。まあ、こんな感じで準備していく。準備というか、まあ、遊びながら街を作っていって、どんどん街を盛り上げていくっていうね、遊び方が好きですね、僕は。そんでまたどんどん広げていって、こう、ブワーンとしたのにどんどんなっていくって感じで。 あ。オーブカリバー。199円だからね。こんな安くなるこれね、むしろね、この、この、あ、オーブカリバーじゃないよ。オーブリング。オーブリング自体は安いんだけど、あの、カードが高いんだよね。てか、あんま売ってるとこがない。カードが高い。あと、これが結構余っちゃったんだけど。 手すりがあ,ーあとこれがあったなこれがあればねここ一段マシマシにできるんだよねあとでやっとくわ動画外でやっとくわそしてキャプテンアメリカここにいたらちょっと邪魔か横になってても <laughs> 寝てるキャプテンアメリカこれ寝てるってことですここまだ冬眠中あの冷凍されてる状態ってことね <laughs> ああ、いい感じ。あ、そんであれだな。僕が作ったヘドラとかも、こいつ気持ち悪いけどね、これね。置いとこう。埼玉を守るようにして。まあまあ、埼玉のボディーガードが必要かどうかは微妙なところだけどね。まあ次回あたりもうちょっとこの辺も開けていこうかな。いや、出るか。いや、ネビュラ欲しいな。いやキャプテンアメリカとかもいいな。あ、あった、スパイダーマン組み立てられる。ここにあるじゃん、図が。スパイダーマン。あ、なるほどね。わかった。 こうなるわけだあなるほどね簡単じゃんあ分かったぞこれはこう横になるわけだからこうかあちゃんと組み立てやすくなってるなこうなっててあこうじゃんはまったじゃんはまった そして、あ、簡単じゃん。この見ればね。見れば簡単だけど、見ないとむずいーってやつですね。見ないとむずいでございます。あ、倒れたあ、できた。あ、できたできた おおジオラマじゃんちって、君が。ああ、埼玉、風が取れてる風が取れてるほら、橋になった。君をじゃあちょっとどけて、ここに置いとこう。スパイダーマンがいないけど。スパイダーマン、こんな感じで。ミニジオラマじゃん、これ。もっと買ってこよう。おもちゃ屋さんの倉庫でめっちゃ余ってたから。100円、百円で投げ売りされしたのめっちゃ。 ともう一個開け、開けたいけど20分なっちゃったんでちょっとじゃあ次にまたね動画作ります。はい。いてことでね、もしよろしければね、この動画に評価ボタンを押してってください。ではまた、バイバーイ。おもちゃで遊びましょい。